1933年に建てられたロイヤル・オンタリオ博物館拡張工事により追加された部分ロイヤル・オンタリオ博物館はカナダのトロントにある世界的に知られた博物館。北米では5番目に大きな博物館になる。1912年4月16日に建物が完成し、1914年3月19日に開館した。 1955年まではトロント大学により運営され、現在は独立の機関として運営されている。博物館はクイーンズパークとトロント大学のそばにある。恐竜の化石、中近東の美術、アフリカ美術、東アジアの美術、ヨーロッパ史、カナダの歴史と文化、生物の種の多様性、考古学などの収集品で知られている。 博物館内に所蔵されている分量に対して建物の規模が小さく展示面積が十分でないことから館内で見られるものは全体のほんの一部に過ぎない。2003年からダニエル・リベス・キンドの設計によるルネッサンスロムと呼ばれるプロジェクトが進められ大規模な拡張、改修工事が行われた。拡張スペースは斬新なデザインでユニークなものになっている。 2005年12月、プロジェクトの第一段階が完成し、新しい展示エリアがオープン。高窓の宮ギャラリーと名付けられた日本関連の常設展示ほか、中国、韓国などアジア地域の新しい展示エリアも併設してオープンした。2007年6月に拡張、改修工事は完了した。2020年12月1日、スティーブン・ W ・ボーマン理事長が、 令和2年度外務大臣表彰を受賞。ありがとうございます。